はい、いいよ、大丈夫だよ。空いてるスキーは使ってください。はい、たくさん取るよ。はい、上行きます。注意してください。石川県国体選手青年 C 代表来た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 。これは誰だ、酔っ払いか今日初めて乗られたんですよね。初めてです。はい、どんな感じしました？そうですね、つい質も乗ってるんですけども、それに比べて回しやすいですね。ああ、回しやすい感じ、はい、安定感は。安定感ありますね。ああ、ありますか、はい、それとスキーの板に似た感覚ですね、どちらかというと。ああ、なるほど、はい、はい、ローラスケートっていうよりも、はい、よくツーリスはやられてるということですか？ちょっとやってます、はい、インラインなんかは？インラインはやらないんですね。やらないですね、はい、スキーのためにやってます。はい、角付けすると回るという感覚、はい、そうですね、そういう感じがしますかね。はい、しますね、はい、特に角付けしやすい感じですね。はい、じゃあもう少しじゃあ、はい、楽しんでみてください。初めて乗ったのかな、ロースキーは。はい、どんな感覚ですか？わからん。わからん。インラインやってんのかな、うんうん、インラインと比べるとどんな感じ？曲がりやすい。あ、曲がりやすい。あ、本当。インラインのスキー操作、インラインの操作とロースキーの操作って何か違うとこありますか？分からん。え？分からん。何？コメント言えないと入賞した時のインタビュー困りますよ。はい、ありがとうございました。中田さんがロースキーに挑戦です。さあ、このゲレンデが来年はなんかインライン用にもしかすると整備される、ここを舗装にしたいということも今言ってます。大会等ができるんじゃないかと思います、ね、明かりです。後ろへ後ろへ少し、そう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 、ダイナマイトカップでもやりますか？そう、あまり前だけ倒さない。来たね、だいぶ。もう夢中ですね。夢中になっちゃった倒しすぎて前のホイールがねじれて外れました。やっぱりインラインやってるので、どうしても足元で倒すと前車輪が金具に倒しすぎて当たるみたいです。これちっちゃいの。そうやな、結構ちっちゃいの。そうだった。どんな感じしましたか？あ、とりあえずインラインと大きな違いっていうのはやっぱ高さがあるっていうことと、はい、ただまあしっかりたわんでくれるんで、はい、うまく使えれば多分うまく返ってきて次にちゃんと移行していけるかなって、はい、そこまで今日はちょっとつかめなかったですけども、まあいい乗り物だと思います。ありがとうございます、はい、もう一回前のやつより乗るポイントが、はい、広いですね。前のやっぱデュアルインスキーはやっぱどうしても乗るポイントが狭かったんで。